こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画は色彩カラーについてお話をしたいと思うんですが、この動画で3本目になりますね。まあ、前回までの復習を簡単にしますと、色を選ぶときに大切なのは3つのステージがありますよということでしたね。まずレベル1というのはベーシックなカラーを選ぼうというところで、まあ、メンズファッションにおいて例えばネイビーですとかグレー、ブラック、あとはホワイト、ブルーですね。このあたりの色というのは間違いなく使いやすいので、まずはここら辺からしっかり使えるようになりましょうというお話をしました。今日の動画ではレベル2というところで、まあ、レベル1のですねベーシックな色が使えるようになったら、次はちょっとおしゃれに見せるためのカラーというものを使えるようになると便利かなと思っています。そこで取り上げたい色というのがベージュ、カーキ、ブラウンというような色合いになります。このような色というのは実はちょっとですね、本来であればやぼったく見えるような色なんですね。ですので取り扱いには注意が必要なんですが、こういったものをうまく使えるようになると人との違いが明確になっておしゃれに感じるのかなと僕は考えています。まずですねベージュからお話をしたいんですが、まあ、ベージュという色皆さんにとっても割と馴染みがあるのかなと思います。それはなぜかというと、多くの方はですねベージュのチノパンというのをよく履くからなんですね。ですのでベージュは割とこう親しみやすい色なのかなと思うんですが、結構このベージュのチノパンが難しいんですよね。というのも色としても暗いこともなくて明るいこともなくて、結構中間的な色合いなんですね。ですので引き締まることもなければすごく明るいというわけではないので、意外と使いこなすのが難しいです。特にベージュのチノパンっていうのを履いてる大人の男性が多いんですけども、サイズもダボっとしていて引き締まりがないものを選んでる方が多いので、ベージュのチノパンイコールダサいイメージというのがちょっとついてしまってるんですね。ですのでベージュ系の色っていうのは使うのが意外と難しいかなと思っています。僕がおすすめしたいのは下半身ボトムスにベージュを使うのではなくて、上半身に使うという方法なんですね。僕が今着ているニット、これはですねライトベージュといってちょっと明るめのベージュなんですが、こういった形で上半身にベージュを使うと意外とバランスが良かったりします。僕はニットですとか、あとはコートですね、春とか秋に着るちょっと薄手のステンカラーコート、これをベージュにするというのも非常にバランスが良かったりするので、こういった明るめのベージュを選ぶのであれば上半身に持ってくるというところを意識していただくと良いかなと思っています。まあ、ベージュを使う時のコツなんですが、それ以外のもの、例えばボトムス、僕も今は履いてますが、こういったものはネイビーだとかブラックで色を引き締めた方がいいですね。このベージュに対して下を白とか淡いもので合わせてしまうと全身がぼんやりとしてしまうので、ベージュを使ったらどこかで色を引き締めるというところを意識していただくと良いかなと思っています。続いてご紹介するのがカーキという色ですね。まあ、グリーン系の色なんですけども、これを上手に使える方はやっぱりおしゃれですね。主にミリタリー系のアイテムにカーキ、またオリーブなんて呼ぶこともありますが、この色を使うことが多いんですね。例えばカーゴパンツってご存知でしょうか。大きめのポケットが、まあ、サイドについているような軍パンですね。こういったものはメンズファッションにおける定番アイテムで、割と定期的にトレンドに上がってくるようなアイテムなんですが、こういったものはオリーブ系のものが多いんですけども、これをうまく使えるようになるとおしゃれ上級者かなと思っています。まあ、1枚写真を用意しているので見ていただきたいんですが、ネイビーのジャケットに対してカーキ、オリーブ色のカーゴパンツを合わせるというのは結構ですねおしゃれ上級者の方がよくやるテクニックの一つです。まあ、オリーブですとかカーキのようなやぼった色に対して引き締める要素のネイビーとかブラックを合わせるというのは非常にこうバランスのいいコーディネートになりますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。これが使えるようになるとやはり1ランク2ランク上の着こなしができるかなと思いますので、ぜひレベル1のですねベーシックな色と合わせながらこういったカーキオリーブの色を使いこなしていただきたいなと思っています。そして最後ブラウンですね。この色もですね結構やぼったくて失敗するとおっさん臭く見える色なんですね。ですのでブラウンっていうのをうまく使うっていうのはかなり難しいと思ってください。無理して使うことは全然ないのでこれは覚えておいてください。ただブラウンという色がここ数年のちょっとトレンドカラーになっていますので、着こなしの中に今っぽさを取り入れたい場合というのはブラウンという色を活用するといいかなと思います。この色を使いこなす時のポイントなんですが、先ほどのベージュだとかカーキと同じで
ブラックみたいな色で引き締めるような形で使うのがいいと思いますし、もしくはホワイトと合わせるのもいいかなと思います。例えばブラウン系のシャツとかを使って下をホワイトジーンズにするだとか、そういった形で使っていただくと、上下でですね、爽やかな要素だったり引き締まる要素を付け加えてあげるのがバランスが良いのかなと思っています。まあ、爽やかさを白で取り入れたりですとか、ブラックで引き締めたりすると、ブラウンという色をうまく活用できるのかなと思いますので、ぜひお試しいただければなと思っています。ベージュ、カーキ、ブラウン、この3色をうまく使えるとかなりおしゃれに見えますので、ぜひ次の一手としては皆さんにもトライしていただきたいなと思っています。このうち1つだけでも構いません。ベージュだけでも着こなしが明るい雰囲気になりますし、カーキ、オリーブみたいなものを使えるとちょっと渋い大人のおしゃれな雰囲気が出ると思いますので、ぜひこの中から1つだけでもいいのでトライをしていただけると良いかなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。